はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあサジッタ族ですね。その前にちょっと宿屋で寝たい気もするんで、まあバルキリーはまだいいでしょう。スパイ軍団、イデアまでは回ってこないからな。サンダラでいいや。ほら行けー。殲滅完了。お、そういえばアビリティをこれとこれを外してお金アップにしないとな。お金お金、オッケー。ちょっと一回宿屋で寝ます。あれ、アナゼルがいる。一人で守るのか、大変だな。これだけの街を暗黒剣士一人で守るとは。まあでも旅人は何にもやってくんないからね。強いんだけど。こっちかな、そうすると。結構逃走だな。え、ちょっと待って待って、この上？この森を抜けていく。森を嗅ぎ分けてんな。てかあれでいいや、リピートで。強ーい。ん、どこにあるんだ完全に洞窟じゃねえか。あれ、こんなところにまで帝国兵がバレるぞ。アジトが、何何何、全然アジトって感じじゃないんだけど。これは森オロチ様といって守り神。そう、フローエルの死者のせいでここに、ここに隠れず。ああ、ここからは。え、マジで迷いやすいの。道案内してくれよ。ん、とりあえず宝箱は残り2個、ちょっと漁っていきましょう。魔獣の肉。お、なかった。天狗のくしゃみなんでそんなもんが起こってんだ。サジッタの森。宝箱は4つ。単に広いだけか。おっと、これはどうだろうな。攻撃していくか。こいつだな、こいつをどうしようかな。ハイラ1回でいいや。いて、速攻で攻撃された。痛い、反撃された。もうめっちゃ奪われるんだけど体力。これやばいぞ、ユー死ぬんじゃね。どんだけ奪われるのこれ。73、死んだ。ほんと厄介なやつらが増えてきたな。フェニックスのホイホイでハイポーション。ハイポーションでも全然回復しないもん。
宝箱が全然見当たらないな。あそこに1個あるけど。エーテル。吸血、こいつらうざい。こいつらはちょっと、うわ、なんなんだよまた。もうどうしようかな。アイテムまで行くか。ボムのかけらいっぱい使おう。でこいつはファイラだな。そうするとちょっと地図は休ませとこう。750バラージ。よし、4つ使ったから今5つ使ったか。こっちは先に進んじゃうから、上の方に。めっちゃ広いなここ。お、このオーガは普通に倒せるでしょう。イデアは休ませて、よし、オッケーオッケー。宝箱を取るまでにフレアハチェット。斧いないからな今。どうしようかな。フェンサー変えようかな。あの落っこってるのを取りに行くのにも時間がかかる。こいつらね、とりあえずこいつを倒して、どうしようかな。イデアでファイラだな。ファイラ4連射で倒せっかな。なんであいつにこういつんだ。あ、行きがけのダチンの場合は吸収されない。いてててててて、ファイラ、よし。多少の犠牲は出るけどしょうがない。宝箱が残り2個ってことは、あの落っこってるやつと右上の宝箱でここは終わりか。うわー、ケーキかよ。よりによって来た意味がない。来た意味っていうか来た甲斐がない。こいつらかよ。しかもまた何なんだよ一体。ボムのかけら、ガード、ファイラ、くらい。よし、燃やし尽くせ。まだ全然進んでないな、こう思うと。最初のマップだからな。サジッタ族すげえな。この森を抜けてきたのか。先制攻撃チャンス。これはもう攻撃でしょう。ブラッドレインってまたなんか吸収してきそうな名前だな。オッケー。もう忍者いいんじゃないか。もうレベル8か。次はこれ何の術。敵の単体攻撃対象が味方になる。すげえな。これでも覚えたいよな。攻撃回数の上限が16から32回に増えるって、それすごいよ。コスト1だし、やっぱり覚えよう。これフェンサーは剣の心得か。次剣の心得もな、どうなんだろうな。ファルコンクロー、ファルコンの構えから物理攻撃4回。強いといえば強いけど
どうしようかな。槍持ってたっけな。バルキリーにしてみようかな。装備へ移動。頭か。三刀流バラージ、最初からウルフ、ホークアイ。まあいっか、とりあえずこれでハイポーションに回復させよう。クレッセントムーンがね、武器2つとか3つ装備して意味があるのかっていうところがちょっと謎ですけど、これどっちから行きゃいいんだ。なんか下に宝箱がありそうだな。下から攻めよう。だからこれを2回ずつ。フィギュア休んで、クレッセントムーン1使うからね。これで殲滅できそうだな。ただジャンプ。何にもなかったと思ったらあった。2500円、意外にでかい。金が起こってた。アエロってエアロのもじった名前だな。てかバルキリーに攻撃が回る前に終わる。バルキリーの強さがいまいちわからない。またケーキか。よくケーキ落っこってるな。このケーキ持ち込めば。でもあれ、どっちから行くんだこれ。行けなくね。こっちか。何日かは持ったんじゃないのか、あの黒魔導士のイベントのところ。あ、そうか、パティシエと戦う前か。こいつらずっと同じケーキ持ち歩いてるからな。腐らないんだろうか。マグノリアの強さは尋常じゃないな。内掛けのダチンやっぱ使えますね。強い。槍の心得。これはどっちから行けばいいんだ。上から回っ、いや、なんか下から回っていけそうな気がする。先に宝箱をゲット。猫じゃらしかよ、よりによって。なんであんな宝箱に猫じゃらし入れたんだよ。嫌がらせか。これリピートでいいでしょ。忍者二刀流覚えたから、ちょっとティズは変えようかな。ティズじゃなくてユウ。なんかすぐ名前間違えんな、この二人。何にしようかな。これといって、これだっていうのがいないな。パティシエってなんだよ。マジ弱そうだな。それはやめとこう。すっぴん。あとは物持ちと JP アップだけか。どうだろうな。トマホークにするかな。あとなんだっけ、シュライクって何。あー、なんか微妙だな。あとパティシエ、商人って何があるんだ。自身が受けたダメージの半分、金を消費してダメージ半減か。金がないとちょっとな。そうするとやっぱり忍者か。忍者のままでいくか。忍者かナイトかだったっけ確か。そうするとやっぱ忍者だよな。
今めっちゃ役立ってるしな。このどちらか選ばなきゃいけないっていうのがなかなかきついものがあるな。あれなんだ、攻撃されたぞ。そうだよな、忍者があってからこそマグノリアの化け物みたいな攻撃力を誇ってるから。この上はすげえ森だな。あと宝箱は1個か。よし、あの体力吸収さえ出てこなければあんまり気を使う必要はない。楽に倒せる。よし、これでまたケーキか。ケーキいっぱいだな。拾い食いって感じですね。こいつら多いな。最近アエロ流行ってんのか。マグノリアで殲滅できるっていう。これでも下側からあれでしょう、アイテムに通じてるでしょう。うん、そうだそうだ、アイテムをいただき、お、フレイムターン、フレイムターンいいんじゃないの。剣使えるやついない。いなくなっちゃったよ。フェンサーだったのに。これもな、これ全部探検になった。くくりくくりくないって。アニエス様なんか言ってんな。サジッタの森を抜けましょう。あ、地図があるから迷子にはならないけどね。おお、オーギル、オーガじゃなくてオーギル。忍者に剣を装備させるのもいいな。よし、ちょっとやっぱり U 変えよう。フェンサーにするで、ちょっとアビリティを組み直しましょう。ダウジングは入れとく。バラージどうしようかな。入手金額アップ入れときたいからな。バラージを、バラージを二刀流にするんだ。二刀流二つかよ。入手金額アップは入れときたい。こいつ完全にもう入手金額アップとダウジングだけで3個使ってるからな。二刀の心得、これでいくか。まあボス戦になったら変えましょう。おい、フレイムターン、くくり。OK。弱くなったりして。ダウジングで一マス使ってますからね、こいつ。まあ、入手金額アップは、やっぱり必須なんで、つけとくとして。味方のブレイブアターク。さあ、ユウの力を見せてもらおうか。見る前に死んだな。さすがだ、マグノリア。完全の殺人鬼だな。殺人無双。ここ宝箱6個もあんのか。お、いっぱいある。あ、いっぱい見えてきた。3000円。あれは右から登っていく感じか。やばいやばいやばい、こいつらはやばい。ちょっと待って、マジでやばいぞこれ。ボムのかけらをいっぱい使おう。ボムのかけらがなくなったらやばいな。で、イデアもファイラ必
久々だな。これファイラ使ったらマジックパワーがなくなる。でティーズ食らえ。バナージがないからダメージが上がらない。なんて危険なやつらなんだあいつらは。右側の方全然行ってないけど。しまった、騙された。こっちじゃない、下から攻める感じか。連戦の予感か。これもちょっと待ってよ。オーグルでマグノリアを投入するか。で、デフォルト、デフォルトと。できればマグノリアだけで始末してほしいけど、それは無理ってもんか。行きがけも発動しない。え、始末できなかった、もしや。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。これで死んだ、やられた。連戦、こいつらかよ。よりによってファイラ、弱くはなってんな。痛い痛い痛い。ダメだ、完全に太刀打ちできない。こいつはちょっと生き返らせよう。やっぱ連戦になるときついな。めっちゃ金入ったな、3000円って。そしてフェニックスも減ってきて、なおかつ対抗者も減ってきた。回復が追いつかない。エクスポーション使わないと。エーテルをいっぱい使わないとダメだな、これ。ハイポ、エクスポーションも普通に使っていくか。さあ、アイテム。また旅。もうなんでこういうしょぼんもないものが宝箱に入ってるんだよ。あ、出た。ちょっと待って、こいつらはまた考えないとね。ボムのかけら、間違えた間違えた。ガードしてマジックパワー回復させといてよかった。で、ちょっとガードと。いたいたいた。遅いよ遅い、攻撃が。燃やせ燃やせ。全然ダメだ。もうない。ゼウスの怒り、南極の風効くかな。でこいつ一応サンダー、ゼウスの怒りで、こいつは天狗のなんちゃら500か。攻撃アイテム強化をつけたいけど、マスを使うからな。1個ケアルだ。うおー、マジックパワーがまたなくなってる。エーテルターボ150か。あ、あそこに旅人がいる。おー、よかった、こっち宝箱があった。大地のハンマー、上にも宝箱が見えるから。完全にこれ植物破壊だな。どうしよう。ユウよりマグノリアの方が早いかな。こいつをデフォルトさせて
南極の風で攻めよう。でこいつはまた相変わらずの灰だと。どうしよう、天狗のくしゃみ使ってみよう。あ、ダメだ、ちょっと待って、あいつ絶対エアロ効かない。うわー、回復してるー意味ねーし。さあどうする、ここからゼウスの怒りで、土か、そうすると大地のオラム食べる？食べられた？意味がわからない。戦闘除外ってどういうことだよマジで。攻撃に入るか、そろそろいいだろ攻撃しても。食べられちゃったよマジで。ほら燃えろ燃えろー。よし、オッケー、経験値入る。あ、はい、復活したどっから出てきたんだイデア。あー、ちょっともうマジで回復が追いつかない。アイテムがなくなる。あの詩人さんから買わないと、旅人からでした。何違う、あ、こいつらはね、いける。攻撃あるのみ、最近攻撃あるのみだけじゃダメになってきたからな。しかも攻撃早いやつ使ってくるし。かといって全員忍者にすんのもなあれだしな芸がないしな。本当はバルキリーとかもあまり必要ないんだけど。あれ、とりあえず詩人のところで回復しよう。友達のデータが更新されてるよ、いいよ。一旦コテージで休もう。200円、安いもんだ。あとちょっとアイテムを買ってこう。ここはボムの右、たっけー、倍するじゃねえかよ。10個買うと2万円か。買おう惜しげもなく金を使う。エクスポーション、たっけー、エクスポーションも。マジか、それだったらちょっと悩むな。ハイポーションにするか、下の宝箱をとりあえず取りに行こう。攻撃アイテム要員を一人作るか。いやー、またこのパターンかよー。ボムの右腕を使うか。2つだけ使う。でこいつに攻撃してファイラ。間違えた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 。でこいつはガードと。ファイラ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 。うわ、食べられるぞ。食べられた。攻撃アイテム 1.5 倍、やっぱ誰かつけよう。ティズだな、ティズ。そうするとどうしようかな。そうするとバラージは必要。最初からウルフはいいか。あった、攻撃アイテム強化。ティズに任せよう。バラージもついてるし。フォースの腕はなんか良さそうだな。精神上昇か。白魔導士とかいないしな。お、こいつらは楽勝のはず。全く安心して戦えるよ、こういうやつだと。行きがけのダチン持ってけ。
ボムの右腕とか2000円するのか、高いよな。2000円分投げてるからな、赤字だな、そう考えると。そしてあっち行くのに超遠いし。これはリピートで OK、 リピートアフターミーって感じですね。行きがけ、持ってけ。お、ケーキを持ってた。どこにケーキを隠してたんだ。え、これ何、あとアイテムだって2つでしょ。ここと上は完全なる行き止まりってこと。そうするとわあ、ちょっと待って、このパターンはまた最悪パターンだよ。魔法もな、もうちょっと強ければな。間違えた、危ねえ。ボムの右腕は2つ使って、あとはちょっとゼウスの怒りっていいんじゃないか。で攻撃 D や。強いな、え、強い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 。だってこれで4000円使ったってことでしょ。大赤字だな。この4000円使った挙句の果て復活だけか。復活だけはでも使えそうだな、ボスで。強力なボスが出た時に使いましょう。かなり遠回りさせられてるな。こちらだよ。もう最悪パターンだよこれ。ファイラ、一個だけにしよう。使うのボムの右腕、10個分の価値あるか。それだったらボムのかけらを大量に買い込んだ方が良かったな。強い。やばいやばい、減ってる。優雅、10発分だろ。10発分の価値はないな。10発あるってことは7500与えられるってことだから全然足りねえわ。せめてさ、半額の1000円だろう。どんだけぼったくってんだよこいつ。まあ、コテージは全然安いからいいんだけど、200円で。よし、買おう。ボムのかけらだな。これ20個買っても、だって、20個買っても4000円でしょ？ OK、OK、OK。セーブして、あれ？この先は危険だぜって言ってた？なんて言ってた？いやー頑張ってるねか。そうだよな、アジトに行くだけだもんね。敵が出たし、最後の最後で。このパターンかよ。間違えた間違えた。よし、新たなる道を覚えたからな。その名もかけらでケチるという。ほらほら、バラージがあるからだいぶ攻撃力が上がる。全然これでいいじゃん。今ので4つ使ったから800円でしょ。うん、300円くらいのプラスだ。うん、いやー、やっと着いたよ。ただ森が続くばかり。まあ見てなって。オープンセサミー。セサミーって何？あ、すごい。オープンセサミーじゃん。もう一回聞いてもね。ササミじゃねえし。いや。
あとはいいアイテムが売ってるかだけだ。おお、なんかすげえ、すげえとこにいるな、マジで。そしてこのコロニーレーザーもすげえ。確かにこれだったら浮遊時を撃ち落とせそうだな。全然隠れてなくね、これ。落ちたら死ぬな、ただ確実に。どうしたのユウ。だから、おお、すげえ、メインがしかも2つあるし。魔法屋を覗こう。うわー、高え、マジ高え。自身の命を犠牲に敵に大ダメージいらない。その他の敵味方のダメージがゼロ。なんだろう、使い道はありそうだな。でも高い。単体の全属性攻撃力、単体に全属性無効化。うん、いいな、いいけど、ちょっと今それを買ってる余裕はない、残念ながら。族長に上がれよ。なんだ、偉そうだな。族長に会って、族長に会ったら知らない人と口聞いちゃいけないって、族長様が。なんだよ、みんな族長族長って。ちょっと待って、先にアイテム屋さんを見たい。なんだよ、みんな同じことしか言えねえのかよ。うお、武器かい、売るほどあるぜ。こいつは普通のこと言ってくんな。眠りの剣、いいね。眠らせられんのか。よし、買おう。これも買おう。槍、これバルバルだわ。これなんか2つくらい必要。うわ、2つ買えねえし、どう考えても。これも欲しかったなあ。でも魔法攻撃力めっちゃ下がるな。なんでだ、何を装備してるんだ今。マサブネとかいいね。普通に売ってんのかよ。ああ、ちょっと防具を見たかった、防具を。鎧、フェンサーって鎧 C なんだ。まあアンプリファイアか。そうすると5200円だから、まあ、2万ちょい必要ってことか。あ、すげえすげえ。うん、全然 いっぱいあんじゃん。金が相変わらず足りねえな。商人になっても金が足りない。お兄ちゃんたち知ってる？知らん、そんなもんどうでもいい歌だよ。じゃあここでちょっと一回セーブをするか。というところで、じゃあサジッタの隠れ里に着いたところで、今回は終了したいと思います。